今日は晩ご飯をカレーにしようと思うからカレーの材料を買ってきてくれるかな、じゃがいもとかお肉とかカレーのルーとかだよ。じゃあお願いします。じゃあはるくん頼んだよ。はるくん、あった？カレーの具材。本当に？なんかカレーの具材っぽくないけど、家に帰ってカレーを作りましょう。じゃあレッツゴー。はるくん、カレーの具材買ってきてくれた？うん。じゃがいもとか人参とかお肉とかだよ。買ってきてくれたの？うん。本当？結局カレーのルーも？うん。本当なの？じゃあね、みんな腹ペコだからカレーの具材をね、出してください。じゃがいもあるかな。これってどう見ても野菜じゃないよね、はるくん。野菜じゃないよね。あー、はるくん自分の好きなもの買ってきたんだね。おやつこれ。うん、お菓子。お菓子なんだね。じゃあはるくん主役のカレーの具材を出して。これカレーだ。カレーだ。これもこれもカレーだ。ほんとだ、はるくんカレーばっかり買ってきてくれてる。すごい、はるくん。これは何？グミだね。じゃーん。テレビマガジンじゃん、それ、はるくん。カレーのルーも買ってきてって頼んだよね。うん。じゃあ、お願いします。これカレーの具材でもルーでもなく一人前のただのカレーじゃん。これも甘口だし、うん、はるくん一人用なの？え、みんなの分は？うずぎんばろぎん。意味わかんねえよ、はるくん。はるくん何一つ具材ないじゃん。あ、それ開けるの？うんうんうん、もうしょうがないな、買ってきたものはしょうがないから開けていこうか。うん、ねえ、うん、でー、仮面ライダーリバイスの中にもキラキラシール入ってる。じゃあ全部開けていこう、はるくんね。うん、はい。はるくん、カレーよりそっちの方が良かったの？うん。あ、ランダ、一泊目からはね、毛利蘭が出てきました。いいね、はるくんの大好きな人。うん、誰？次は誰？誰？はるくんの知ってる人。うん、二泊目は秀一とユミが出てきました。はい。何それは？秀一。何それ？三泊目は服部平次が出てきました。秀一。うん、好きな。うん。4泊目は赤井秀一とコナンが出てきました。あ、これ一番いいんじゃないねえ。5泊目からはコナンとランが出てきました。取りません。お、かっこいい、それもシール。6パック目は江戸川コナンが出てきました。じゃーん。お、7パック目はコナンと黒ずくめの何やらが出てきました。いいね、はるくん。はい。お、かぶりなしだ。すいません。おい、いろんなキャラクター乗ってるね。最後8パック目は赤井秀一と
女の子の名前が何だったか思い出せない。じゃあ、はるくんついでにポケモンカードとカレーも開けてみよう。ね。入ってた。どの仮面ライダーが出てきた？見して。バー。仮面ライダーリバイスカレーの中から出てきたのね。こちらのシールが出てきました。バイスとかリバイのねシールになってます。1枚ではなく4枚カットのねシールになってますね。はい、じゃあポケモングミ開けてみようか。うん、どんなカードが出てきた？じゃん、フュージョンアーツのねポケモンカードグミの中からはドリューズが出てきました。いやー、ミュウ VMAX 入ってなかったね。残念。じゃーん。おー、そうだ。テレビマガジンがまだあったね。テレビ。じゃあ、付録を出してみようか。今回のテレビマガジンは12月1月の合併号になってるみたいだね。そして付録が仮面ライダーリバイスのスタンプシューターが入ってるみたいです。さらに付録2が仮面ライダーリバイスのバディアップアクションシールが入ってるみたいだね。2つの付録が入ってるんだね。そして裏はねブッドバスターっていうねおもちゃが紹介されてます。新しくねタカラトミーから発売されたおもちゃみたいだね。じゃあ付録出してみて。おお、ちっちゃいね思った以上に。付録のシールはねこんな感じで入ってました。メインの付録のスタンプシューターがこちらです。ここにねシューターをセットして、そしてデッドマンズをこのシューターでね打ち抜くみたいです。こうやってこんな感じかな。ほら打ち抜いた。お、打ち抜いた。うまいパパね。はるくんカメラ打ち抜かない。はい、打って。あ、うまい。2個抜き。はるくん上手。あと1個。もう1個打てる。あはは、飛んでった。はい、といった感じでね、はるくんはめちゃめちゃ楽しかったかもしれませんけど、今日の家族の晩ご飯はこのカレーセットになりました。美味しそうだね、はるくん。このリバイスのカレーの中にね、お菓子を全部ぶち込んで、みんなで一緒に食べましょう。じゃあ、はるくんの晩ご飯は明日なし。うん、チャンネル登録はこちらからしてね。うーい。